日本鹿児島県鹿児島市、情勢情勢は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は8 9 0 0 0ロ4 1人口は3663人。世帯数は1682世帯。上塞1丁目から上塞3丁目までがあり、上塞1丁目から上塞3丁目までの全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の中部。 高月川中流域に位置している。町域の北方及び西方には、原両、南方には薬師、東方に高月川を挟んで、新省委員長にそれぞれ接している。町域の中央部には、鹿児島市立城西中学校、鹿児島西警察署が所在しており、東端部には、鹿児島環境未来館が所在している。城西という町名は、 鹿児島城から見て西部に位置することに由来する。1976年7月5日に、城西地区において住居表示が実施されることとなった。住居表示の実施に伴い町域の再編が実施され、高島町、薬師町の各一部より、城西一丁目、薬師町、原名町の各一部より、城西二丁目、原名町の一部より、城西三丁目が新たに設置された。 2007年2月5日には原料第2地区において住居表示が実施されることとなり原田町の一部が城西2丁目及び城西3丁目に編入され同時に城西2丁目11番外区は住居番号の振り直しが行われた城西2丁目にはかつて鹿児島実業高等学校が所在していたが1995年に五ケベップ町に移転した 跡地には2002年に鹿児島市消防局に消防署が新設され、2008年には鹿児島環境未来館が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立情勢、中学校鹿児島環境未来館市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。